はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はテストマーケティング初回の買い付け、テスマの直前で地団駄を踏んでなかなかテスマに臨めないという方の後押しをウェーンってするつもりで話をします。物販の大原則にもかかわらず、というか商売の大原則にもかかわらず、根本的に誤解している人が多い。今回の大切なキーワードも書いています。多産多死、たくさん生まれてたくさん死ぬってことなんですが、実は物販って多産多死の商売なんですよ。物販だけじゃない、どの商売だって多産多死です。お魚さんがいます。お魚さんで、お魚さんが卵を産みましたね。卵をいくつ産んだかっていうと、例えば1000個とか産んだりしますね。この1000個産んだ卵っていうのが何パーセント残るのっていうと、例えばマンボウとかだと3個とかじゃないですか。なのでもうすごくたくさん産むんだけど、すごくたくさん死んでいる。この場合だったら997匹死んでいて、残ったのが3ってことなんですよ。これが多産多死っていうことなんですよね。じゃあこれを物販に当てはめるとどういうことかっていうと、10個リサーチして、それで10個手すまして10個売れるっていうふうに考えている人がいるんですが、違うんですよ。リサーチから手すまに持っていく段階も、手すまをしてその後追加買い付けに臨むかどうかっていうのを選別する段階でも常に多産多死なんです。例えば商品のリサーチで100商品調べました。でそのうちの10商品買い付けました。でそのうちの2商品がよく売れました。3商品はトントン、残り5は全然売れないみたいな感じって考えると、これまあ一つの例なんですけど、100多産して残り90っていうのは、まあある種多死なんですよね。リサーチしたんだけど買い付けには望まない。で10手すましたんだけど、そのうち2だけ生き残って、残り8っていうのは、まあまあのと、もう全然売れないのがあるっていうことなんですよ。この多産多死っていう状況が普通なんだよ、というかそれ以外はありえないんだよっていうことを腑に落としてない方が多い気がします。少なくとも手すました商品全部売れますかねっていうふうに考える、もしくは手すましたんだから全部売れなきゃいけないっていう勝手な自分縛りをしている方っていうのが非常に多いんですが、それって無理な話なんですよ。2度抽出していくんですけど、常に2度多産多死を行っていくんですよ。販売前の多産多死と販売後の多産多死っていうのがあるわけなんですよね。これが普通なんです。じゃあコンサルティングはここをちゃんとね、手すました商品全部ちゃんと10手すましたら10売れるようにするのがコンサルティングじゃないのかって思ってる方いるんですけど、それ全く違います。コンサルティングっていうのは、一人でやったら10出しても1個もしくは0個、要するに追加買い付けできるような商品が見つかるか見つからないかの、ここの割合っていうのもを2個とか3個に上げる、それがコンサルティングなんですよ。この商品リサーチに関しても、100個調べたのに10個しか買い付けできそうな商品っていうのが見つからないんじゃなくって、例えば50個調べた中から10個買い付けるものが見つかる、もしくは40個調べた中から10個買い付けるようなものが見つかる、この多産多死の、このたくさん産むってよりはこの死の部分っていうのをなるべく下げていくっていうのがコンサルティングの意義なんです。コンサルタントの役割なんです。ここの部分っていうのを理解しないと、完璧主義に陥っちゃったりだとか、必ず10個出したんだから10個売らなきゃって思ってしまって、売れなかったらうわーってなっちゃうんですね。ここで例えば、まあ10個の商品を出して2個めっちゃ売れたとしたら、物販の場合はこの後の展開っていうのが常数的に行えるんです。この商品が売れたら、この2つ A という商品と B という商品がむっちゃ売れたってなったら、じゃあこの A という商品の類似品である A' っていうのも売れますよね、 B という商品の類似品である B' っていうのも売れますよねっていう考え方に簡単に至ることができる。さらにこの A という商品っていうのをはじめ3バリエーションで出したとする。例えばサイズだったら M と L と XL っていうのを出したとする。これめっちゃ売れたんだったら、このサイズバリエーションも S 出しゃいいし、XXL 出せばいいじゃないですか。で、サイズバリエーションじゃなくて、カラーバリエーションっていうのも、例えば赤と黒って出してたとしたら、あ、じゃあ緑も青も白も黄色も出そうっていう形で、常数的にうわっと樹形図みたいに展開していくことができるんですよ。だからこの生き残った2っていうのがものすごく貴重だし、ここを一つの起点、視点として物販っていうのをうわっと展開していくことができるので、別に全部うまくいかなくていいし、
それが当然だし、それでも十分っていうことをご理解いただければなと思います。この多産多死って考え方を持ってないと、鉄マスする前にめちゃめちゃ怖くなると思うんですよね。だって全部これ売れないと自分はダメなんだ、失敗なんだって思っちゃったり、リサーチした商品っていうのが少なくても適当に鉄マスりゃいいんでしょって思う方もいるけれども、ここの時点ですでに多産多死の原理原則っていうのはちゃんと当てはまってるわけですよ。だからこっちをまずしっかりたくさん数母数を集めて手済ませるっていう状況に持ってくってことの、ここで面倒だからこっちを適当にやっちゃったりだとか、でもお金は欲しいから手済ました商品が全部売れなきゃいけないと思い込んだりだとか、そういったことっていうのがその歪曲に歪曲を重ねて、だん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 ね、物販ビジネスに対する感覚がどん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 歪んでくるっていうのは防ぎたいし、逆言えばこのテストマーケティングをしてよく売れるっていうのは全部売れるってことじゃないと。それが1でも2でもいいわけです。0は困るけども、でも0になることも十分あり得るわけですよ。その場合だったら、あ、こういう商品がダメなんだっていうことを一つの経験として次の買い付けに臨む必要があるわけなんですが、いくらなんでも0はしんどいだろうということで、コンサルティングを行う側とすれば、ここの手スマから実際によう売れた商品何個になるって、この何個の部分を1でも2でも上げていく。で、このリサーチする段階でも初めからそれなりに精度を保てるようにする。さらにこのリサーチした商品の中から手スマに持っていく際に、なるべく精度のいいよりすぐりの受賞品だったら受賞品を集めるということを私はやるっていうのがコンサルティングの役割になってきます。というわけで今回は多産多死について話しさせていただきました。では失礼いたします。